2006年シーズンから楽天の2代目監督に野村克也氏が就任した。2007年に楽天で本塁打王と打点王の2冠に輝いた山崎武史氏、野球評論家、にとっては第4子だが、最初から指定関係が出来上がっていたわけではない。野村監督1年目の2月1日のキャンプインから半月ほどは、監督に挨拶しても無視された、と明かす。それが徐々に変わっていった。 俺の兄貴分の天下の大横綱が少し間を取り持ってくれた、という。山崎氏は2004年にオリックスを戦力外になった後、楽天初代監督の田尾靖氏に熱く誘われて現役続行、仙台行きを決断した。プロ19年目の2005年シーズンは、新天地で25本塁打をマーク。田尾さんのおかげで復活できました、というように、指揮官の指導がマッチしての結果でもあった。 だが、新球団はまだまだ戦力的に厳しい状況。一年目は当然のごと最下位に沈んだが、ダブルコート恩人、野田尾監督も解任されてしまった。後任は、ID 野球、野村の考え、で知られる野村監督に決まった。山崎氏は、なんじゃそりゃって思いましたね。最後に、晩年に、またもう一つ試練を与えてくれるじゃないのってね。 どうせ会わないのは分かっているから、まあ、いいや、またもう一年楽しもうって考えました、という。迎えた2006年の沖縄、久米島キャンプは、予想通りの冷たい雰囲気からのスタートだった。2月1日から半月は監督に挨拶しても無視された。なんだよって思いましたよ。動きがあったのは2月中旬だった。2月15日くらいに監督に呼び出しをくらったんです。 で、言ったら、いきなり、おお、お前小粋なんや、お前態度悪いな、見栄えが悪いんだよ、と言われて、かーっとなっていたら、実はな、俺、見栄え悪いんやろ、俺、人に勘違いされやすいんや、お前と一緒やな、お前はこれからそう思われないようにちゃんとせ、って、はあ、って思った。それが野村監督との初めての会話でしたね。山崎氏は、 まあ、そういうきっかけで、ちょこちょこ喋れるようになった。監督にぶつかっていけば、監督も喋ってくれたんでね。それでもちゃんと喋れるようになるには2ヶ月か、3ヶ月はかかったかな、と振り返った。後から聞いたんですよ。なんで最初、僕のことを無視したんですか、って。そしたら、お前を観察しとったんや。お前がどういう行動をするか、 どういうい振る舞いをするのか見とったんや。って言われましたけどね。と懐かしそうにも話した。